しい。おはようございます、まさにです。さあ、ということでね、今日は、コーヒーだけ入れて、で、あとで歯だけ磨いて、で、またね、フォロワーさんに教えてもらった、カフェにモーニング食べに行こうかなと思います。とりあえず歯磨きして、出発しようかなと思います。もう片付けるものも少ないんでね、車中泊は最高っすね。さあ、湖岸緑地公園かな、めちゃくちゃ良かったですね。まあそこ無料なんでね、車中泊するのもキャンプするのも無料なんで、めちゃめちゃおすすめっすね。で、今からモーニング食べに行って、で、お風呂に入って、で、今日はキャンプ場、まあ、予約してあるんで、キャンプ場に昼過ぎぐらいに入って、のんびりしようかなと思っております。ということで、まずは、モーニングですね。はい、じゃあちょっと多分30分ぐらいかな、30分ぐらいドライブして、朝ごはん食べに行こうと思います。
さあということで、Rカフェでモーニングしてきました。めちゃくちゃいいとこでしたね。もうすごい雰囲気良くて、でご飯も美味しくて、でワンチャン連れのお客様ももう大歓迎みたいな感じだったんで、まあ、いつかね、僕もワンちゃん連れてこういうとこ遊びに行きたいなと思います。僕のワンちゃんはね、あんまり賢くないので周りに迷惑かけちゃうかもしんないんで、連れてこれないかもしれないですけどということで、今日は、早めにお風呂に行って、で昼過ぎぐらいに、キャンプ場をチェックインしたいと思うので、次はお風呂ですね。お風呂に行きたいと思います。ちょっと今からお風呂いい感じのところ探して、行こうと思います。よいしょ。いやー、最高でしたね。めちゃめちゃいい、お風呂でした。で、中の売店で、このビワコビール。ビワコビールっていうのがあったんで、はい、こちら、2つ、はい、買ってきました。で、これ、まあ、お昼、飲もうかなと思って。でまあ、温泉の売店にあったんですけど、普通に道の駅とかに行けば売ってるみたいですよ。であとは、買い出ししてもう、キャンプ場に向かいたいと思います。今日のキャンプ場、まあ、よく来るんですけど、千奈浜キャンプ場でございます。最高じゃないですか。本当好きなんだよな、はい。まあ、今日もね、もうタープもテントも立てず、もう椅子と机出して設営終わりですでちょっとね、もうビール飲んじゃいたいんで、軽くサクッと、設営していきたいと思います。
out your throat.